古代から重要な交易ルートとして栄えたシルクロード。東洋と西洋の文化が融合したことで生まれた名品などを一堂に集めた展覧会が松山市の県美術館で開かれています。世界遺産大シルクロード展には唐の時代の名品を中心に中国の国宝にあたる一級文物44点などおよそ200点が展示されています。こちら六花形足つき杯は西洋のワイングラスのような器に貴族が馬に乗って狩りに出かける様子や中国の伝統的な模様とされる魚の絵が彫刻され東洋と西洋の文化の融合が見て取れます。また当時シルクロードを往来していた人たちの共通語として使われたソグド語で書かれた年賀状など当時の歴史や文化に触れることができ訪れた人は興味深そうに見入っていました。金銀の宝飾品ですとかまた仏教に関する美術なんでもありますのでそういったバラエティ豊かなさまざまな面からシルクロードで育まれた文化の足跡を見ていただけると思うので、はい、そういった点が見どころかなと思います。世界遺産大シルクロード展は9月1日まで開かれています。